たまたまおとといですね、GMO の熊谷社長のプライベートジェットで秋元康さんとか、牛角創業者の焼肉大工の西山さんとかと一緒に北海道に日帰りでレストランにご飯食べに行ったんですよ。レストランに見つためにプライベートジェットに乗ったと <laughs> いや、僕の飛行機じゃないよ。で、<ー>その時にひろゆきさんの名前が出て、はいはい、なんかツイッターでなんか熊谷さんとひろゆきさんがやりとりして、ひろゆきさんの奥様が GMO で、 働いてもともとはい、あのなんか GMO 社長室とかにいたんで、はい、そうなんですよ、すごいいい人柄でもの素晴らしい人だからっていうことで、あのぜひひ,ひひろゆきさんによろしく言っておいてください、よ,<あ>よろしくっていうことを言ってらっしゃったら、お会いすることはないですよね、<laughs> 熊谷さん。でも熊谷さん、だってあの飛行機の免許自分で持ってるんですよね <laughs> そう。僕は自衛隊やと思ってるけども 全部行くから船も持ってるんですね。ヘリも自分で運転するし、まあ、船も自分で運転することもあるやろうし、で最近っていうか、飛行機の免許取ってはい、はい。プライベートジェットを持ってる人ってちょこちょこいますけど、自分で運転する人ってあんまいないですよね、持ってて。そうだから北海道行くときも、ガルフっていう世界中行く飛行機に僕らは乗って、はいはい、熊谷さんはあのホンダジェットで自分で運転して2機で行きましたから。あ二2機なんだ。<や> <laughs> 一気に全員乗ればいいじゃないですか。<laughs> 運転したかったみたいな。 でも本当によろしく伝えてくれって言ってたんで<ー>あ,ありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします